ここに一つのおにぎりがある。その隣には一つのサンドイッチ。どちらもランチの定番であり宿命のライバルだ。優劣はつけがたく人々を迷わせる。ごめん、もしかして取ろうとしてた。どうぞ。どちらでも好きな方選んでよ。果たしてどちらが選ばれるか。あ、そうだ、この後時間ある。時間？あ、はいはい。それなら外行かない？近くにいい店見つけたんだ。新しくできたイタリアンなんだけど。イタリアン！でも時間あるなら行こうよ。ね。でも見事な負けっぷりだったな。反則ですよ、おにぎりがサンドイッチからったのに。恋にルールなんてねえんだよ。そうですよ、相手はあの辻村先生ですからね。真っ向勝負して勝てる相手じゃないな。たかが昼飯だろ、お前どうだっていいじゃねえかよ。分かってないわね、そういう積み重ねが大事なの。もたもたしてると危ないわよ。危ない？今頃盛り上がってるんだろうな。はい、あんちゃんはそんなことしませんよ。ズバーン。どうですかね。